ベルト買った話、ベルト買った話。昔ですね、PU ベルトっていう、PU ベルトね、P と U、PU ベルトっていう、まあ、フェイクレザーですね。レザーのような外見してるんだけども、まあ、レザーじゃない、まあ、合成繊維というかね、そういう、まあ、レザーっぽい、素材のベルト。これをね、安い値段で買った、数百円で買ったんですね。で、私はね、本革かなと思って買ったんだけども、まあ値段見ればね、一目瞭然で、これでは本革は買えない値段なんですね。素材の材料費にしても安いぐらいなんで、だから完全赤なんでね、作る手間と考えたら。だから本革ではないことはまあ、うすうす感づいてたんだけども、でもかなりしっかりしたものでね。それで、PU ベルトって書いてあって、わけわかんないから、それで買って帰って。ネットとかで PU ベルトみたいな感じで検索で調べたら、やっぱこれ合成素材というか、フェイクレザーなんですね。だけど、まあ、しっかりしていてね、良さそうなんで、まあ、これでもいいかと思って、ベルトつけてたわけです。で、そのね、ベルトがね、まあ、1年ぐらい使うと切れましてね。はい。フェイクレザーの場合はね、この耐久年数が短いっていうのがこれがあるんですよね。本革の場合は1年じゃ通常の使い方じゃ切れないんだけどね。それは5年10年全然大丈夫だろうし。だけどまあ安かったんでね、しょうがないなと思っていたんですけども、先日またですね、 PU ベルトなんか買ってしまいまして、はい、なんか小売店とか行って、なんか一個買って、で、これで会計するのもあれだなと思って。じゃあなんかちょっといらないもんなんだけど、無駄にはならないようなもの買おうと思って、何個買ったうちの一つが、これ PU ベルトだったね。ベルトなんか何本あってもいいですし。はい。それで、それをですね、家持って帰って、やっぱ PU ベルトだなと。本革じゃないなと。いうことで裏面とか見てたらですね、結構作りがしっかりしてまして、私もレザークラフトやりますから分かりますけれども、こう縫ってある部分とかね、はい、しっかりしてるんですよね。で、縫い方も強度が出るようにそこの部分を何重かに縫ってあったりとか、はい、しっかりしていて、まあまさか手縫いとは思いませんけども、ミシンでやったとしてもですね、かなりいい縫製がしてあるんですね。それでね、これでね、まあ100均とかでも PU ベルト売ってますから、私昔買ったのは そこだからね。だからこれで100円200円まあ300円400円っていう、そういう高い商品もあるけども、これで数百円だから、売る時のね、輸送費もかかるし、手間賃もかかるし、あとまあ在庫管理とかね、さまざまあるんですよ、そういう経費が。こうさっぴいたら材料費もあるから、これ赤字だろうみたいな、そんな感じなんですよ。でも売ってるってことは黒字なんですよね。いや、これ工賃っていうかね、人件費どうなってんのみたいな、そういう恐ろしさがあるわけです。ベルトって言ってもね、そのベルトの金具とかきっちりついてますよね。はい。それから穴もしっかり開けてあるし、綺麗に開けてあるんですね。だからこれ工場で大量生産でガンガンね作れるんだったら、まあ分からんでもないですけども、こういうベルトの金具をつけるとかね、そう穴を開けるとか、そんな簡単に自動化できないだろうし、縫う時もですね、やっぱ人の手はこれミシンとかで入ってんじゃないですかね。だから必ずね、人の手を何人かに経由してるはずだから、すごいなみたいな感じはねするわけです。特にすごいなと思うのはですね、PU ベルトなんだけども、なんていうんですかね、
その通常の革っていうのは切りますよね。そうレザーって切りますよね。で切った断面がちょっとボソボソして汚くなるんですね。ヌメ革の場合は切った断面がボソボソして汚くなると。で分厚いしっかりした革であればあるほど切った面がねこう目立つというかボソボソするっていう。ここに塗料を塗ったりですね、あと、磨いてねつるっとさせるというそういう、磨き作業みたいなテクニックがあるんだけど、これ大変なんですよね本革でやると。で PU ベルトの場合はこれはまさかね手で磨いてるわけないんで、じゃあどうやってんのって思うんだけど、切った断面というかね言いますか、それはねきっちり処理されてですね、ボソボソになってないんでこう丸くなっているというか、減り返しって言って折ってあるのともちょっと違うという、やっぱり、革で断面を磨いてあるようなそういう加工がしてあるわけ。うん。だからこれ何か特殊な塗料を塗ってるのか、なんか特殊なね接着剤みたいなので丸めてるのか分かんないんだけども、まあ、とにかく本物の本革のレザーの断面図、断面というか切ったとこね、これを磨いたようなそういう風合いになっていて、はい、すごいなと思って。でこれが見れるのはですね、これが理解できるのはやっぱり前も言いましたよ、私がレザークラスちょっと始めていて、ヌメ革こそまだやってませんけども、その断面の処理の仕方とかね、はい、トコフィニッシュを塗ってねこう磨くとかそういうのがあるんですけども、その大変さを知っているというか、ですからそうなんですよ。だからなんていうか、これやったのかみたいな、この値段で価格でやったのかみたいな、もちろんね磨いてないと思うんですよ絶対これ手間賃かかっちゃうから。だから最初に切った段階でなんか特殊な塗料塗ってちゃちゃっとこうね、接着してこういう加工にしてるとは思うんだけど、それにしてもすごいなと思って。つまり断面をきれいに見せるだけでも一手間かかるわけですからね、どんなやり方にしてもね。だからすごいなと思って、でそれで思い出したのが、ちょっと前にですねレザークロフトが強い、ホームセンターに行きまして、でレザークロフトのコーナーが結構ありまして、でヌメ革とかね歯切れとかいっぱい売ってて、で工具とかもないものはないみたいなそういうものが揃ってて、ちょっと見てですね今度買いに来ようと思って、その時は買わなかったんだけども別のもの買ったんですけども、何があるかを記憶しておかないとダメですよね。だからこれはあるこれはあるこれはあると、で一般的にあるものはまあそうなんだけど、あれこれ見たことないのがこうあるなみたいな感じで、特殊なものですねレザークロフトの中でも、その中の一つでね、長細いヌメ革、はい、長細いヌメ革、ちょうどね5センチぐらいの幅のベルトのようなヌメ革が巻いてあってロール状にしてあって、つまり10メーターとかで売ってるわけね。もちろんこれ10メーター買うわけないんで、何メーターか切って店員さんに言ったら切ってくれてそれで買うと思うんだけども、これ何に使うんですかと疑問が起きますよね。私は最初ねベルトのバック、ベルトのね違うバックの肩掛けの部分とか、そういう長細い製品というかね部品に使うんだと思ってたんだけど、あなるほどと最近気づいたのはベルトなんですよね。これねベルト用の革素材を売ってると。じゃあどうやって作るかっていうと、買ってきてそれ1メーター2メーター買ってきて自分に合わせて穴開けて、でベルトのバックルみたいなつけて、それでお手製のハンドメイドのベルトを作るっていうね、そういうものなんですよね。結構高かったですよそのベルト用のね革も。だ素材の費用だけでね本革だと数千円いってしまうので、決して数百円ではできないですね。いくらこう短く個別に切っても、だからすぐね1000円2000円いってしまうので素材だけでね。しかもベルトとかバックルとかもねやるし、自分で穴開けるそれを工賃だと考えればね
もっとだから 3,000 円 4,000 円はすぐ行くわけだからね。本革のベルトがね高い、というのも納得だなと思いましたね。そもそも素材が高いし、それからこういう工賃というかね、全部手でやるので手間賃がかかるし、はい、というわけでね、ベルトをね買った話です。